アダム・スミスです。僕の国富論読みましたか？誤解があるようです。ちょっと言っておいた方がいいかなって。商業上の何か新しい法律規制についてえへん、資本家階級から出てくる提案は常に大いに警戒して聞くべきです。えへん、その提案を採用するにあたっては周到に、そして疑い深い注意を持って検討するべきです。えへん、こうした提案は公共社会の利害と一致しない利害を持つ人、資本家階級から出てきたものではないか？従ってこれまで多くの場合に社会を欺き抑圧もしてきた人々、資本家階級から出てきたのではないか？むしり取られないように注意をしてください。